い、皆様こんばんは。8月の15日午後7時40分を回ったところでございます。ビットマン TV のお時間でございます。このチャンネルではですね、仮想通貨関連の最新重要ニュースや、あとはチャート分析を通しまして、皆様の資産を10倍、100倍、1000倍にするようなお手伝いをさせていただきたいと思っておりますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、それではですね、本日15日月中でございますね、木曜日の配信をね、行っていきたいと思います。皆様いかがお過ごしでございましょうか。13、14、15とお盆休みがね、本日で、終わる方も多いのかな、それとも明日までね、まあ有給休暇なりを使ってお休みを取って、まあ今週いっぱいはね、お休みという方も多いのかなと。まあどちらにせよね、まだまだ夏は続いていく、暑い日は続いていく、休みは続いていくみたいなね、感じの方もいるのかなというふうに思いますけれども、ビットマン TV もね、今週いっぱいは、お休みということで、まあゆっくりとしたね、時間が流れております。で、明日はね、ちょっとこうビットマン TV 久々にね、ご飯を食べに行こうかなと。家族ではなくて、ビットマン TV の近くに住んでいたうなちゃんという方とね、一緒に飯を食いに行こうかいなという話をしておりましたから、ちょっと近場の方にね、二人で行ってこようかなというふうに思います。まあビットマン TV もね、メンタルマネージャーがね、ガンで今闘病中なんでございますけれども、メンタルマネージャーがね、まあ実家の方に引っ越してからもうずっと会ってないし、4月以降からねずっと会っていないし、その間あれか、筋肉マンがねうちの方に来てバーベキューをして、というのはあったんだけれども、それ以外はまあないということでね、ちょっとこう寂しい日常を過ごしてたんですよ。うん、ですからまあそういった意味も含めてね、明日のうなちゃんとのご飯食べはちょっと楽しみなところがありますから、そこも含めて、すべて夏も含めて、ご飯食べも含めてすべてね、楽しんでいこうかなというふうに思う次第でございます。よろしくお願いいたします。で、あと今年はね、2024年どれぐらい？あと4ヶ月ぐらいで、4ヶ月半ぐらいか、終わりということになりますけれども、もうね、夏が、あと半月、まあ1ヶ月ぐらいで終わるのかな、この暑い日もね。まあそれが終わったら秋と来て、冬と来てという形で、まあ皆様はもう大好きな、まあ私ビットマン TV が、一番まあ待ちに待っているところでございましょう。クリスマスというところが来てね、いよいよ2024年が終了ということになります。まあね、日が経つのはね、まあものすごく早いということで、まあそういったところも全部ひっくるめてね、残りの4ヶ月ぐらいかな、2024年をね、さらに楽しんでいきましょうということでよろしくお願いいたします。まあ、とにもかくにもまだね、暑い日が続きますから、体調管理などもね、気をつけながら行きましょう。よろしくお願いいたします。はい、で、行きます。今見ていただいているのがビットマン TV の X になりまして、ちょっと今日ね、サクッと、行きますね。まずお一つ目がビットゲットさん、プール X の方で、BWB をね、ステーキングして、トンコインをね、ゲットしましょうと。で、昨日ね、ポストした段階では、APR、はい、これが 300% 年利率ね、300% を超えていて、まあ、ものすごくね、いい、まあ、投資というか、トレード以外で稼げるネタとしてはね、12分の威力を発揮するんじゃないかというレベルで、いい利率がね、提供されていたところで、こちらに関してはね、ビットゲットさんのプール X というところでやっておりますから、もしね、ビットゲットさんお持ちでない方がいるんであれば、ぜひともね、アカウント開設して、いただいて、こちらの方で参加していただくと、かなりね、いい形で稼げる時もございますからね、注意しておいてください。よろしくお願いいたします。この動画の説明欄の方にも、ビットゲットさんの専用リンクはねご用意しておりますから、もしくはこのビットマン TV の X の方にもご用意しておりますのでね、どちらでも大いに結構でございます。アカウント解説をね、して、トレードライフをね過ごしてみてください。で、行きましょう、ご案内関係は以上となります。で、重要ニュースも一つのみ、こちらですね、行きます。ビットコインの強気相場、今後350日間は持続する見込みだということで、CPI、アメリカのね、消費者物価指数の発表があった後に、まあ、予想通りだったのかな？今回は、7月のね、CPI の結果、予想通りだったんだけれども、ちょっとこうね、暗号資産的な、いわゆるリスク資産から、まあ、投資家の方々がね、ちょっと資金を抜いて逃げていくような、今側面が出ている。だからこそ、価格がね、5万8000ドル台までちょっと落ち込んではいるわけでございますけれども、まあ、そことは話をね、グリッド180度転換させて、強気相場の話がね、今このニュースで出てきております。読んでおきましょう。はい、最近のビットコインの調整で、5ヶ月ぶりの安値に達したにもかかわらず、ビットコインは今後1年間にわたって強気相場がね持続する可能性がありますと。で、一応ね、知らない方のために、まあビットマン TV 何回も言ってるんだけれども、今までのね
サイクル的なものを考えていくならばですよ、半減期が終わった後の半年後、半減期が終わった後の半年後から、強気相場が、出てきて、ぐーっとそこから1年間、はい、まあ、続いていくというふうに言われております。だから、そのサイクルに照らし合わせていくんだったら、今回の半減期が4月だったんで、そこから半年後、だから、いわゆる10月あたりからね、まあ、強気相場の兆候が見られて、ぐぐぐっと、来年の、10月あたりぐらいまで続いていくんじゃないかっていうのが、まあ、今までのサイクル的な流れです。まあ、これがどうなっていくのかっていうのは、まあ、サイクルがね、崩れる可能性もありますけれども、今までの流れで言うとそういった形で続き読んでいきましょう。はい。ビットコインの価格は、現在の底値からピークまでの比率に基づくと、さらに350日間の上昇を続ける可能性があると。で、バイビットとブロックショールズのレポートによると、ビットコインの過去のサイクルにおける比率に基づくと、強気相場は2025年第3四半期まで続くと。まあ、だから同じようなことを言ってますよね。で、現在の底値からピークまでの比率は 3.5 倍であって、過去のサイクルで観察された20倍よりもはるかに低いと。で、これは強気相場がさらに350日間続いて、過去のピークを超える可能性があると示唆していると述べたということですね。で、バイビットのリードテックライターである、ネイさん氏によると、ビットコインは現在、強気サイクルの第2フェーズにあると。で、このね、ネイさん氏は、サイクルの初期段階では、ビットコインの、現物価格がサイクルの底値から回復をして、前回のサイクルで記録された史上最高値に向かうのを見ていますと。で、その後、過去のケースでビットコインの現物価格が前回の最高値、を超えて、新たな高値に達するのを観察していると語ったと。で、ネイさん氏の分析は、他の仮想通貨アナリスト、レックキャピタル氏の見解とも一致。レックキャピタル氏は、過去のビットコインの半減期サイクルに基づいて、現在の強気サイクルの 42.5% がね、経過をしていると考えているということですね。で、2024年の上昇は機関投資家が、まあ、引っ張っていると。うん、機関投資家が2024年のビットコイン相場を主導。はい、高インフレの期間を経て、個人投資家の参加率は低下。個人、貯蓄の水準がね、低下をしたためだと。で、仮想通貨とミームコイン間の相関構造の変化は、最近の価格上昇の背後にある、背後に異なるタイプの投資家がいることを示唆と、機関投資家がまあいるということですね。で、株式との新たな連動は、2024年1月初旬にビットコインの現物 ETF が開始をされて、仮想通貨に対する新たな需要のープールが開放されたことと一致。さらに、アメリカの現物ビットコイン ETF からの流入は、開始以来、ビットコインのピークと底値と高い相関関係をね、まあ、示しておりますよと。で、ETF の流入は仮想通貨の価格上昇に大きく、寄与する可能性がありますということですね。まあ、まあ、それはそうでしょうね。で、ビットコインに関しては、2024年2月15日までに ETF が仮想通貨への、新規投資の約 75% を占めて5万ドルの水準を超えたということで、まあ、とにもかくにもね、まあ、うん、今後350日間は、まあ、続いていくでしょうと。まあ、それ言ってるっていう、まあ、この背景には、まあ、まだね、ビットコイン普通に強気相場の中にいますよというところをまあ含めての話でございましょうからね。まあ価格は落ちては来ているんだけれども、どうかな4万3000ドルかな、このあたりをまあまあまず一つ目は5万ドルね。5万ドルをちょっと割り込むと今の強気相場の流れからはまあ暗雲がね、まあ間違いなく立ち込めてくるでしょうと。で、4万3000ドルは間違いなく守り抜いていきたいラインでございましょうから、まあある意味それを言ってるってことはそこまでの下落っていうのはね、調整として許容範囲の中に入れておかないといけないかなというふうに思いますので、まあトレードをねする方はね、十二分に注意をして、で、現物購入を結構考えてらっしゃる方は、まあ、そこまで落ちてきたらもう購入の一択かなというふうに思いますので、そのためにもね、ある程度資金は、うん、プールしておくべきかなというふうに思いますので、そこはね意識しておいてください。よろしくお願いいたします。はい、で、行きましょう行きましょう。この流れのままでビットコイン、イーサリアム中心に、あるところをね、何通貨か見ておきましょう。行きまーす。まずはビットコイン。はい、ただいまの価格が 58,000 と367ドル付近をね推移しているような状況。まだまだね、依然として、まあこのね、長い時間軸における上昇からの下落の平行チャンネル、いわゆるブルフラッグがね作成をされている。だからこのブルフラッグを上にブレイクしていけば、つまるところ7万ドルかな、6万9000ドルから7万ドルあたりを明確に抜けていけば、基本的にはブルフラッグというのはこのポールの部分、ポールの長さ分だけ上昇していくっていう風に言われてますので、まあ、起点をね、まあ、このあたり、だから、去年の2月あたりから考えていくならば、まあ、約2万ドルから、まあ、7万ドル付近、まあ、だから5万ドル上昇っていうのがね、まあ、考えていけるわけですよ。言ってしまうと、到達、目標価格としたら。うん。それを考えていくならば、この巨大なね、ブルフラグを抜けていく、いった際には、12万ドル付近っていうのが、一つね、目標価格の指標にはなるでしょうと。ただ、起点となる場所がどこからスタートになる
かっていうところもありますから、ある程度もじもじしている期間、そういったところを考えていくならば、去年の9月とか10月あたりね、それを考えていくと2万7000ドル付近からの、まあ7万ドル7万3000ドルあたりか、だから、4万5000、5万ドルくらいかな、4、5万ドルくらいの上昇というのを考えていっても、まあ、それでもまあ10万ドルから12万ドル付近のね、一応目標価格という形になるでしょう。まあ、詰まるところね、まあ、そもそも論としてこの下落の平行チャンネルを上に抜けていかないと、次のね、やっぱりこう相場環境変化っていうのが起こってこないでしょうから、そこはまずね、しっかりと理解しておきましょう。で、あとは、この5万ドルっていうのがね、やっぱり重要にはなってくるかなと。当然切り板のね、価格ですし、あとはね、週足、結構長い時間軸における週足の中期の移動平均線ね、これがやっぱりこう強気相場がある程度始まってきた時からずっと割れ込んでいない状況が続いていた、なんだかんだ守り抜いて上のね、展開を見せていたような状況ですから、そういった意味でもこの週足のね、中期の移動平均5万ドル付近にいますから、これを割れ込むとちょっと様子がだいぶ変わってくる。で、その下の支えが入る可能性があるのもこれしかないので、月足の、短期の移動平均線しかないので、さっきも言ったように4万3000ドル付近このあたりまで下落をしてくるね、5万ドル割れ込んだらですよ、4万3000ドル付近までさらに7000ドルから8000ドルぐらいのね、下落を見せてくる可能性がありますから、そこは広い時間軸においてはね、やっぱりかなり注意をしておくべきかなというふうに思いますので、そこはね、認識しておいてください。よろしくお願いいたします。5万ドルを割れ込むと結構長時間軸的な中期の移動平均も割れ込むし、この下落の平行チャンネルも明確に下割れを起こすという状況になりますから、かなりねトレンドが下目線になってきて、もうより一層上に上がってこようにも、もう売り圧がかかっちゃってね、新しい下落のトレンドをさらに作り上げていく可能性がありますから、もう5万ドル割にはね要注意ということで、広い時間軸内におけるトレード、ここは注意しておいてください。で、直近の流れで言うならば、まあ、直近のね、動きでございますけれども、まあね、依然として下落の平行チャンネル内を推移していて、やっぱりこう日足レベルで見ていくとね、日足の雲であるとか短期中期長期、もうちょっと短期の移動平均がデッドクロスを起こしてまして、さらにね、まあ、上値を重くしてくるでしょうと、すべての移動平均も上に覆いかぶさってるんで、戻ってこようにも6万1000ドル付近、6万1000ドル付近っていうのがね、やっぱりこう売り圧が、短期間の動きで言うならば、6万1000ドルあたりっていうのは短期の動きとしたらかなりね、上値を重くしてくるところがあるでしょうから、まあ、もしね先物関係でちょっと勝負したいなと思う方は、もうこれもうやっぱりショート戦略での6万1000ドルから6万2000ドル付近で、一応言うならばこの長期の移動平均線付近までね、6万4000ドルぐらいまでをちょっとこうショートの積み上げ、フェーズとして考えておいてもいいかなと。だから一つ目の先物の戦略としたら、さっきも言ったように6万1000ドルから6万4000ドルまでのショート積み上げで下落を狙っていく。で、もし明確に6万4000ドルを上にブレイクしてしまうと、やっぱりこれはね、下落の平行チャンネル上端アタックに入る可能性がありますから、やっぱり損切りの対象にはなってくるかなと。で、今回ね、一応ね、まあどうかな、8月の8日、9日あたりにぐっとね、まあ、大陽線をつけてきたんだけれども、下落のね、平行チャンネルのこのレジスタンスラインに到達することなくね、いろんなラインがやっぱり意識されて落ち込んできております。今までは、まあ、なんだかんだ言ってね、やっぱりこう上端アタックには入ってたんだけれども、今回ちょっとそこの勢いが弱くてね、やっぱりこうもじもじして押し戻されているところがかなりありますので、やっぱりこの移動平均線を見て、結構トレードをしている方やっぱ多いんじゃないかなっていう印象。だから、そういった意味も含めていくならば、さっきも言ったように、まあ、そこは流れに乗っていってね、6万1000ドルからやっぱり6万4000ドルでのショート戦略っていうのが今はね、パチッとハマっていく可能性がありますよっていうのを押さえておきましょう。で、下落に関して言うならば、まあ、5万8000ドルをね、やっぱりこうちょっと今耐え切ってますよね。前も言ってますけれども、5万8000ドルを明確に割れ込んでしまうと、もうこれはね、下落の平行チャンネルの加担、5万3000ドル付近までの下落っていうところが、まあ、これかなり想定ができるんじゃないかなと。この上がりの弱さと、やっぱり上がってきた時の売り圧がかかっているっていうところを考えていくならば、ちょっとこうね、まだ下目線寄りっていうのがまあ、間違いなく続いているでしょうから、5万8000ドル割れたら5万3000ドル付近へのワンタッチっていうのは普通にあり得ると思います。そこはね、認識をしておいてください。よろしくお願いします。だから、上に関して言うならば、まあ、6万4000ドルを上に抜けていくか、もしくは、5万8000ドルをちゃんと守り抜いていけるか。だから、5万8000ドルと、6万4000ドルの間でのちょっとこう、レンジをね、組んでいるような、まあ、6万4000までは到達してないんだけれども、一応こうね、レンジを組むような動き、そういったものが今後も出てくる可能性がありますから、そこは注意をね、しておいてください。よろしくお願いいたします。はい。で、まあ、どういう形なのか。一応、ビットマン TV は、下目線です。やっぱりこう、上値を重くしている部分がある。ただ、
さっきも言ったね、半減期終わりの半年後からね、結構いい要素が今までもサイクル的には出てきていたので、そういったところを考えていくならば、ちょっと時期的なものをね、ちょっとこう意識していくとですよ、長くね、結構5万8000ドルを守っていくような動きが出てくるんだったら、一旦上へ振っていくっていう流れも、当然これ想定できますから、まあそういった意味でもね、ちょっとこう動きがまだ鈍いので、どちらかの価格にね、注目はしておきましょうと。まあ一応下目線寄りという形でね、ビットマンティビア意識しています。5万3000ドルワンタッチ、今の段階だったら、まああり得るかなというところ。ただ、ショートをかけるのはまだちょっと怖いと思うんで、やっぱりショートはね、上がってきた時にやっぱかけていった方がいい。ロングは逆に下がった時にやっぱりこうね、仕込んでいった方がいいと思いますから、だから6万1000から6万4000ドルがショートのかけどころのタイミングになる。だからそれを考えていくと、まだちょっとショート戦略も、玉を入れるには早いかなというところがありますから、そこは意識しておきましょう。はい、で次はイーサリアム。ただいまの価格2619ドル付近をね、推移しているような状況を、まあこれはね、まあ冷やし4時間あたりで見ておきましょう。冷やしレベルで見ていくと、右上がりのね、トレンドラインしっかり割れ込んでおります。4時間でもそうね、右上がりの黒いトレンドラインができていたんですけれども、それを実態として明確に割れ込んでいる。ちょっと支えがね、今短期的にも乏しいので、2550ドルだったかな。直近安値の2550ドルを割れ込むと、これも2100ドル付近までの下落っていうのが、ちょっとこう想定ができるかなというふうに思いますので、そこはね、注意をしておきましょう。だから、まあ、言ってしまうと、これもね、2860。これを抜けるかどうか。うん、で、次のね、当然こうね、いい流れがやっぱり生まれてくると思うんだけれども、そこのアタックに入ってこれずに、しかも日足の短期の移動平均が待ち構えてね、上値を重くする側面もあると思いますから、まあ、戻ってきたとしても、これはね、まあ、もしロングインをしている方でですよ、戻ってきたとしても2860は結構強固なレジスタンスとして機能してくる可能性がありますから、これはね、まあ、損切りとか利益確定、並びに、ショート戦略を組んでいきたいなと思う方は、2860ドルでのショートインっていうのはね、一つ想定するところかなというふうに思います。で、あとは短期的にもね、まあ、4時間レベルですけれども、出来高が増えているわけでもなくて、RSI 値もちょっと50を割れ込んでいる。MACD も右下がりにね、デッドクロスを起こしておりますから、ちょっとこう短期的にはね、やっぱりこう下がっていく可能性が高いかなと。まあ、でも日足のね、まあでもどうかね、日足のマックD、ちょっとこう、上にね、突き抜けている、ゴールデンクロスを発生して、いるはいるんだけれども、ちょっとね、突き上げ角度が弱いんで、まだね、強気相場、への期待感は別にね、持てるような状況じゃないかなという感じ。とにもかくにも今3日間連続で陰線をつけているような状況ですから、まあ、ビットコインがね、5万8000ドルを割れ込んで大きく下落をしてくるんだったら、間違いなくイーサリアムも2100ドルをめがけて下落してくるっていう可能性が大いにあると思いますから、ちょっと今はね、まだこう手をつけられるような状況じゃないかなと、どっちに行くかはまだ、はっきり方向感がつかめないような状況。ただ、トレンドライン割れ込んでいるってことは、下落の方向に走っていく可能性の方が高いですからね。そういった意味も含めていくならば、ショートの方がまだ優位性はあるよっていうのはね、認識しておいてください。よろしくお願いします。だからもし勝負を、短期的に勝負を仕掛けたいんだったら、まあ、ショートの方が優位性があるかなっていうところはね、認識しておきましょう。2550を割り込むと一気に下に走ってくる可能性があるので、ショート戦略を考えている方は、2550割りからの2100ドルっていうところをちょっとこうね、狙っていくのはトレードがいいかなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。はい、で次は、リップルね、もう相変わらず毎日、ほぼね、見ているわけでございますけれども、ただいまの価格が 0.568 ドルあたりをね、推移しているようなところ、週足レベルで、まだ、今日も含めて木、金、土、日、はい、4日間ありますからね、その間になんとか、週足レベルで言うならば 0.65 以上をね、ちょっとこうつけていってほしいなという感じ。週足の MACD 並びに、一番下のね、並びに RSI 値は右上がりになっているので、まあ、週足レベル、長い時間軸で言うならば、結構ね、強気相場がある程度継続中よ的なシグナルは出ている。ただ、やっぱりこのね、4週連続で頭を、ヒゲ込みで頭を抑えられている、0.65 ドルを週足レベルで抜けていかないと、やっぱりこうね、長い時間軸においてはいい展開がね、やっぱりこう出てこないでしょうと。で、あとはまあ、日足レベルに落としていくんであれば、日足レベルだとね、この短期の移動平均 0.58 ドル以上を日足でつけてくるんだったら、上値がね、まあ、抑えるようなものが特に何もなくなるので、0.65 ドルあたりへのアタックっていうのがまあね、考えられるかなというふうに思う。だから、ちょっとこう、日足レベルの短期トレードをね、やってみたいなと思う方は、0.58 ドルを明確に抜けて、日足を確定させていってから、ちょっと 0.65 のね、この、ちょっと狭いですけれども、このフェーズを、ちょっとこう狙っていくようなトレードをやってみてもいいかなというふうに思う。で、0.58 を明確に下に割れ込んだら、もうこれは損切りをする形で、まあ、だから言ってしまうと分かりやすいラインをね、超えていったら、勝負。で、また割れ込んだら、損切り。で、もう一回抜けていったら勝負をする。まあ、そういった形でね、
まあ先物関係は繰り返し、トライ&エラーみたいな感じでね、その繰り返しにやっぱりなると思いますから、そこはね認識はしておきましょう。まあ損切りしないとね、下手な下落に巻き込まれていく可能性もありますからね、やっぱそこは注意で、4時間も見たらわかるように 0.58 を抜けるとね、雲も各移動平均線も下に、位置するような状況になりますから、4時間日足レベルでのポイントはやっぱり 0.58 かな。ここを抜けていければ、さっきも言ったように週足の上端 0.65 へのアタックにね入ってくる可能性がありますから、そこはね認識をしておきましょう。はい、で次は何を見ていこうかなというところなんでございますけれども、トンコインね、それこそトンコイン、さっきのあのプール X で扱いがありますよみたいに言っていた、トンコインのね勢いが結構、強まっているのかな、結構ね上昇はしてきているような形でした。あ、でも今日はマイナス 5% か。はい、ちょっと見ておきましょう。ただいまの価格が、日足レベルで見ていくならば、こういった形。はい。そうね、昨日ね、結構いい上昇を見せてきていたんですけれども、ただいまが6.6ドル付近をね、推移しているような状況です。日足レベル、短期の移動平均と超中期の移動平均で囲まれている、挟まれているような状況ですから、上の方向感が出てくるのは間違いなく、7ドル付近をつけていってからの日足確定ですよね。7ドルあたりをつけていくんだったら、一旦作られていた。うん。このね、まあ、下髭をつけていって、大きく反発としている、まあ、サポートとしてはかなりね右上がりで機能しているこのトレンドラインがありますから、7ドルを抜けていくと 7.8 ドル、いわゆる8ドル手前ぐらいまでね、ちょっと価格を戻してくる可能性がある。だから日足レベル短期での、まあね、トレードをちょっとやってみたいなって思う方は、7ドル以上での日足確定での8ドル手前をねちょっとこう狙っていく、1万あたり、1ドルぐらいの上昇がね見ていける可能性がありますから、まずそこは一つね認識しておきましょう。ただまあやっぱりこうね、強力なサポートラインとして機能はしてましたから、この8ドル手前のだいたい 7.8 ドルぐらいっていうのは裏タッチでね、やっぱり売りがかかってくる可能性がありますから、この細かい範囲を取っていく方はここはもうね利益確定ポイントとしてはしっかり意識しておくべきかなと。で、あとはこの 7.8 ドル付近をしっかり抜けていったとしても、また1ドル幅上昇 8.7 ドルで、またこれね抵抗に合う可能性があるライン、もともとレジスタンスとして機能してましたから、ここが壁になるので、まあ戦略としたら7ドル超えからのロングインで 7.8 ドルで、まあ半利確ぐらいで上にブレイクしていった後の 8.7 ドルで全流しで、もう一回上に抜けていく、もしくは 7.8 ドル付近まで押されてきちんともう一回サポート転換しているような状況が出ているんだったら、再度ロングインをして上昇を狙っていく。そうするとこうね弱気派の方々が売りが仕掛けづらくなると思いますから、抜けていって、いい上昇の流れにね乗っかっていく可能性がありますから、そこはね認識しておいてください。よろしくお願いいたします。とにもかくにも 7.8 ドルと 8.7 ドルっていうところがこのトンコインにおける重要なね、まあ、ラインでしょう。レジスタンスラインとして機能してくる可能性がありますから、その2本、意識しておきましょう。7ドルを超えていった状況で日足を確定してくれると、上への展開っていうのがねさらに待っている可能性がありますから、そこはさらにね楽しみなところでございます。で次行きましょう。あとは何を見ていこうかなというところなんでございますけれども、まあメタバース系通貨かな、エバードームとか最近見ていなかったけれどもね、もうちょっとかなり落ち込んできているような状況ですから、ビットマン TV もねちょっとこうもう手はつけていない状況です、この通貨に関しては。ただまあ一つ救いがあるとするんだったら、出来高はねどん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 増えていっているような状況ですから、人々の興味が薄れているというわけではないっていうのはプラスな方向で捉えましょう。もしこれ価格が落ちてきていて、出来高もねバリバリって落ち込んでいるんだったら、もう人々の興味もないし、それこそ投げ売りフェーズになる可能性がある。わかりますよね。出来高もついていないってことは、もう人々がもう安い価格でもいいからもう投げ売りたい、っていう風にね、まあ意思の表れかなというところも見ていけるでしょうから、まあそういった意味でも下落は落ちているんだけれども、出来高は右上がりで上がっているっていうのはこれは悪い様相じゃないと。うん、まあ確かに出来高のね、詳しい中身っていうのははっきりはわかりませんけれども、まあそこはね一つね、売りたい人もいれば買いたい、その値段で買いたい人もいるっていうのが出来高に反映されていくわけですからね。だから、うん、出来高がつくっていうことはそういうことですから、だからついていくのは悪くはないでしょうと。で、あとは今ね下落の平行チャンネル内をずーっと推移しているような状況を、上へのブレイクをね果たしていくのかどうか、なかなか今の段階ではねもう上値を重くするようなラインもたくさんありますから、ちょっと抜けるのにねやっぱりこう時間がかかってくるでしょうから、まあこの通貨に関しては結構ね期待をしている方のやっぱりこう現物を買い集めしていくフェーズかなと、意識的には。だからまあ先物関係で勝負とかそういったところではなくて、まあ、救いは何遍も言いますけれども、出来高が、まあ、ついているっていうのが救いね。だから、ここがフェーズ変わってちょっと横ばい推移していって、陽線を連続でつけていくような流れが出てくるんだったらね、いい方向感がやっぱり出てくるでしょうけれども、今の段階ではちょっと何も言えないというか、ちょっと厳しいね。今の段階でもはっきり言いますけども、今の段階でちょっと厳しい動きが続いている。ただ何遍も言わせてください。出来高はついている。これはまだプラスな状況ですから、もしね、メタバース関係で、価格が安く
くなっていて、今後のワンチャン跳ね上げ、まあ、ちょっとこう宝くじ的要素もちょっと今含まれているような状況ですけれども、そこを期待したい方は少量購入っていうのはちょっとありよりのありかもなっていうのは認識しておいてください。ただここまで落ちてきているので、もうなくなってもいい覚悟でね、入れていくべきかなと。だからまあビットマン TV はね、もうかなりね、このエヴァドームに関しては資産が目減りしているんだけれども、まあどの通貨もね、まあそう言っちゃそうじゃないですか。だからそういったところも全部ひっくるめていくならば、買い煽りじゃないんだけれども、メタバース空間に今後期待をしていきたいなと。最近はなんかね、話題としてあんまり出てきていないし乏しいので、メタバースっていうものはね。だからまあかなりね、流行り廃りがあると思うんだけれども、今後のまたまたね、話題性に乗っかって上昇していく可能性もありますから、そこを期待する方はまあ、少量というところかな。そこを認識 しながらね、購入するかどうかは検討ね、してみてください。大きなね、動きが良くなってくるのも、この下落の平行チャンネルを抜けていってからじゃないと。だから、今から3倍ぐらいの上昇を見せてくれば、様相は、まあ、いい方向に傾いていくでしょうけれども、まあ、そうなったらね、逆に買いたい人たちがわらわら出てくるんじゃないかなというところで、そこをね、今後の期待感に込めて、どうするか決めてみてください。よろしくお願いいたします。はい、それではね、本日の配信は以上となります。明日はね、ご飯を食べに行くということで、もしかしたらね、配信が、朝もね、ちょっと子供たちと遊びに行ったりするので、もしかしたら明日配信ができないかもしれません。その時はね、X の方で流していきますから、よろしくお願いいたします。はい、それではね、本日の配信以上となります。またまた皆様、次の配信でお会いしましょう。では